こんにちは、ここどこ長崎です。2023年桜の季節がやってきました。今日はどこを紹介しようかと思いドライブしていると、桜の美しい公園や谷を見つけました。そうです、桜の里です。ということで長崎市の桜の里めがけて車を走らせています。桜の里は団地名ではありますが、その名の通り桜が美しい公園を有しています。ダイヤランドではダイヤは発掘できませんが、桜の里では桜の花見をすることができます。桜の里中央公園とその奥の三峡町の谷合、桜が満開です。往復の映像をご覧ください。今日はナレーションはここまでとして、美しい桜の様子を見ていただければと思います。